先日の NHK の番組で大臣がですね、自主避難者に対する支援策に関してですね、お答えの際に、ふるさとを捨てるということは簡単だが、戻ってとにかく頑張っていくんだという気持ちをしっかり持ってもらいたいということでご発言されて、非常にその避難者あるいは被災者の間で反発が起きておりますが、この自主避難者はふるさとを簡単に捨てたというような発言されているわけですが、そういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。これはそういう趣旨ではありません。とにかくふるさとを取り戻すという気持ち、そしてまたぜひそういうことで、頑張っていただきたいということを申したつもりで、ございます。もう少し噴煙して言いますとね、やっぱり命には限りがあるわけです。私もいずれこの世を去るでしょう。そして、この被災地はですね、やっぱりこの人が減って人が住まなくなっていけば、もう自然とですね寂れて、そして亡くなっていくんですよ。だからこそですね、いろいろとその避難されている方々のですね、いろんな家庭の事情等々もあるでしょうが、ぜひともですね、ふるさとに戻ってきてくださいと。そのために今この復興拠点計画等も作って、そして地元の自治体や関係者の方々とどうすれば戻ってこれる環境づくりができるのかということをしっかりやっていこうと今しているわけですね。だからそういう意味でぜひ、こうやって、皆さんお願いしますということを言ったつもりであります。実際にそういう不安を抱えて避難を続けていらっしゃる方に対するその住宅支援などが打ち切られているというような現状があるかというふうに思います。先ほどまあしっかり支援というふうにおっしゃいましたけれども、帰還されない方々についてはもう支援しないという、あるいはふるさとを捨てた人だというような眼差しというか、そういった政策ということは大臣としてはそういうおつもりという。そんなつもりはありませんよ。誰がどこでそんなこと言ったんですか。そんないろんなことを言わんでくださいよ。そうじゃなくて、自主避難者の方は、ね、自主避難で行かれてる、あれ残っている方もおられる。しかしそういう自主避難された方にも災害救助法ということを適用して今までにやってきたでしょ、はい、そして今回もうこういうことで占領もしてきました。で、解除するということになったわけですから、そこで皆さん判断をしてくださいと言ってるわけですよ。だから、まだそのあれですよ、これから、避難解除されてない帰還困難区域においてもさらにね、この復興拠点も整備してなんとかそこに手がかり足掛けを作ってふるさとを守っていこうということでやっているということをもう少し分かってもらわないと。そしてその地震避難者の人についても、NHK で言いましたけども、それぞれやっぱりここの事情があると思うんですよ。だからどうしても帰ってくるのは住宅事情その他いろいろあって、なんとか面倒を見てくださいという人については福島県が中心になってここの事情に対応してやっていただくということ、これは知事もはっきりそう言ってますから、そこは心配ないと思います。今のお話の続きなんですけれども、すみません、自主避難者の借り上げ住宅の作りで、実際に大臣のおっしゃられたと福島県の施策が行われていまして、ただ今現在その施策からもこぼれてしまった人たちがいて、今度全国の47都道府県の受け入れ自治体の方で支援策を作って、でそちらの方で対応しているんですが、その47都道府県の施策からもこぼれ落ちている人がいて、今本当にあと1ヶ月を切った状況の中で、経済的な困窮と精神的な逼迫でも本当に命の問題になっているんですが、そのことに対して復興庁国は何か対応するというふうに思いました。だから被災者の自主避難者の方と窓口や一番の窓口は福島県ですから、県がそれぞれ個別の事情に応じて対応していただきます。それについて県がいろいろやることについて、また復興庁でもこういうことをしてくれというようなことがあれば我々の相談に乗りますし、そしてまた現にいろんなですね、このいわゆる公務員の住宅であるとか、あるいは UR 関係の住宅であるとか、そういったもののことどころにも我々としても働きかけもしながら、できるだけ福島県の施策に協力していくということでやっておりますし、またこれからもやっていくわけです、はい、あともう一つなんですが、つまりその帰還か
移住定住化という復興政策から2択しか見えないんです。でその番組の中で山下先生、首都大学の山下先生もおっしゃっていたような原発事故であるから長期的なスキームで要は判断ができない人を待つという支援、そういう枠組みというのは復興庁の方では今後きちんとした施策として検討する、まあ、二重住民票という言葉を山下先生使ってましたけれども、そういうことは何か考えられないんですか。いや、これはその言葉をどういうふうに定義するかという問題であって、まあいろいろ定義の仕方あると思います。一番、あれなのはご本人が私は避難者ですという意識を持ってあるかどうかですよね。しかし中には避難したけどもう帰らないよと、もうここでいいよという人もいる。だからそういう個々のですね、ご本人の判断というのが一番ベースになるはずですが、それはなかなか掴むのは難しいから、だから一定の前提を置いて、こういう人については避難者、そうじゃない人はということ、それが仕切りをしているわけです。それが県と市町村との関係で若干考え方が事務的な取り扱いというんですかね、そこがちょっと違っているなということは、それは我々も知っています。それはしかし一つのそれを前提とした考え方で、仕切っているだけであって、実際いろんな支援の措置についてはさっき言ったようなことで、それぞれの事情に応じて丁寧に対応していくということで、実態面では問題ないと思いますけどね。もう帰りたいけれど帰れない、でも解除が進んだ、解除をされたからといっても帰れない、原発事故だからやっぱり放射能の汚染が怖くてとお話しされた浪江町のおばあちゃんが昨日ちょっと話していたんですが、どうしても先が見えないし決められない、でそのいつまで支援が続くのか分からない、賠償もつけられていくという不安の中で、やっぱり国の政策であった原発事故だったと思うので、そういったところの支援をまあどこまでやるかというような長期的なスキームっていうのはしっかりこう決めていってくださっているということでよろしいですか。ですからそういったことも含めて、さっきも言いましたように、やっぱ中心になるのは福島県あるいは自治体であって、そしてそれを復興庁も一緒にサポートしながらやっていくということですね。